寝てる間に300カロリーも消費できて、痩せ体質が作れる、肥満外来推薦の〇〇睡眠というのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで、無理な運動、無理な食事制限することなく、健康的に痩せる体ができていきます。今回もバッチリやっていきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、痩せ体質を作る〇〇睡眠ということでやっていくんですけども、実は眠り方を変えると痩せる体質が作れるというのが分かってきてます。その眠り方というのは、ダイエット専門医が勧める337睡眠です。3万人以上の肥満の方にですね、今回の337睡眠というのを実施したところ、1年で10キロ以上減った方が続出したそうです。それはぜひ取り入れるに越したことはないですよね。で、実は質のいい睡眠を作ることができればですね、成長ホルモンの分泌量が上がります。この成長ホルモンがですね、とてもダイエットに作用していて、たくさん出すことができれば脂肪の代謝が促されるので痩せやすくなります。この成長ホルモンというのは、脂肪燃焼の分解ができるため、しっかり寝ている間に出すことができればですね、だいたい300カロリーの脂肪を分解してくれると言われております。それをうまく活用できればですね、1ヶ月で9000カロリー、1.25キロも脂肪を減らすことができます。ですが、眠り方が悪かったり、睡眠時間が短かったりすると、この分泌量が 30% とか減少してしまうため、とっても効率が悪くなってしまいます。そこでおすすめなのが、今回の337睡眠です。やり方としては、眠り始めの3時間というのは、必ず起きないように深く眠ることです。初めの睡眠に入った3時間で成長ホルモンが分泌されて、それ以降は分泌されないと言われてますんで、寝始めの3時間というのがとってもポイントになります。そして次の3、これは午前3時までに熟睡しておくということです。この成長ホルモンの分泌が多い時間がですね、午後10時から朝方3時と言われておりますので、ここの間でですね、しっかり3時間熟睡することで成長ホルモンが分泌して、寝てる間に脂肪をどんどん分解してくれます。で、最後の7、これはですね、7時間は寝ましょうという7になります。3時間の熟睡、朝の3時までに熟睡をしておく、そして7時間は睡眠時間を取るというのが、この337睡眠のポイントになります。睡眠時間が7時間の人と5時間の人を比べてですね、5時間しか寝なかった方は肥満率が 52% もアップしたと言われています。そして4時間しか寝なかった場合、 73% も肥満率が上がってしまいます。これをしっかり守ることで、かなり肥満になるペース、痩せるペースが変わってくるっていうのがよくわかりますよね。運動してもなかなか痩せない、食事制限をしてもなかなか痩せない、そういった方はですね、成長ホルモンの分泌がもしかしたら関係しているかもしれません。痩せにくいよって方は、まず睡眠から改善してもらって、成長ホルモンをしっかり出すことで筋力増加、脂肪燃焼アップすることができますので、ぜひお試しください。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.